村上かなえ20歳です。銀座でホステスしてます。給料まあ、4万ないぐらいとかですね。お客さんの性格は人によってなんで、かなりお金使っても腰低い方は低いし、全然使ってないのに態度大きい方が大きいので、やっぱりバラバラですね。働く時間は土日がお休みなので、銀座が週に5回で、1時からお店は1時なんですけど、そこからアフター行ったり行って、帰ってきたらもう朝5時とかですね。まだ東京に来て半年で見た会計で一番大きかったのが1日300ぐらいですね。300万円。打ち込みって言って、私まあいくら売りますっていう金額よりも下回ると10万円単位で4000円ずつお給料が下がっていくんですけど、逆に10万円プラスで上げれば1日が2000円ずつぐらいアップしていくので、100万売り上げますって言ってる子がゼロだったりとかした時にはもうすごい大きな、もうマイナスだと思います、お給料。毎回同じ洋服着ますか？いや、毎回はダメなんで、1週間に2回お洋服かぶっちゃうと言われちゃうの で、 これですか？若い時に先生をちょっと殴って背骨とかも折れてて、全治3ヶ月ぐらいですかね。謝ったんですけど許してもらえなくて、お家から出されたんですけど、まあ、働き方もどうしてお金を作るかもわからないので、とにかくホステスに入ったっていうのがきっかけですね。そっからや抜けれず今も続いてます。ひぶちゃん行ってくるね。ちょっと待って。ヘアセットは混んでる時とかとバラバラなんで、1時間ぐらいは見てきます。いつも早く出てこなきゃいけないので、ちょっと時間がかかりますね、出勤するまでに。毎日行きます。終わる時間が決まってないので、明日早いのにと思っても朝6時まで、まあ、飲んでる時もあるし、そういうので予定が立てにくいですね。次の日の飲めないんですけど、無理して飲んでるとこがあるので、まあ、体はちょっと早く崩すんじゃないかなと思ってるんですけど。ここは東京で一番大きい銀座です。これから朝まで飲んでお仕事を行ってきます。同じの1本ずつください。はい。結構来はるんですか？こっち結構来ますよ。でも週もほぼ来てるから4.5回。やっぱりこの仕事してると彼氏とかっていうのはちょっと邪魔にはなってきます。お休みの日でも、まあ、時間をお客さんで取らなきゃいけない時もあるので、そういうのですれ違っていったりとかでうまくいかないことの方が多いですよね。やっぱりやきもちとかもあるとは思うんですけど、難しいですね。お客さんと付き合う子は結構多いです。水商売の女の子は東京の方がやっぱりお金持ってるお客さんが多いので、女の子から行くっていうのが多いです。全てお金だと思いますね。ほとんどが8割がお金じゃないかなって私は思います。銀座はもう全然やっぱお客さんの層もそうなんですけど、芸能人の方も、まあ、ジャニーズさんとかも多いんですけど、政治家の方とか普段お会いできない方が、まあ、たくさんいらっしゃって、お客さんと本当にお付き合いしたこともあるんですけど、まあ、不倫とかが多いので結局は長続きはしませんね。お付き合いするとやっぱり来なくなるっていうのも、私もずっといろんなお姉さんからも聞いてるし、
まあ、実際お付き合いして来なくなったという方もいらっしゃるので、それはまあ良くはないですね、商売してるんであれば。社長ごちそうさまでした。また明日。うん、また明日。うん、すいません。アフターとかでそのお店終わってから飲みに行ったりとかするときに返してもらえないとか、やっぱりまあ普通にお金置いて今夜どうっていう方もいらっしゃるし、そうですね、いますね。ホテル連れ込まれかける時もあります。ガム食べよう。これもエロい風に食べれますよ。どんだけ偉い方でも面白い時は、下ネタとか喋ってる時はみんな一緒ですね。なんかどんだけ偉い方でも世界共通っていうんですか、みんなあそこでは笑って面白いお話はできています。なんでいい、ふーちゃん、ふーふーちゃん怪しい、それ。